全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです、本日は東京クラフトから今月新しく3点商品をリリースします。そちらを今日はご紹介いたします。ちょっとね、最近ネタバレ仕掛けてたことがあるんですけれども、やっとダイヤフォート TC の待望のオプション、皆さんが待ち望んでいたインナーテント、こちらを発売いたします。このダイヤフォート TC 以外にも2点紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。今皆さんにご覧いただいたのがダイヤフォート TC のインナーテントです。今回ダイヤフォート TC のインナーテントに作るにあたっていろいろなシナリオを考えました。例えば3シーズン用の、メッシュだけにすることによって非常にコストを抑えて、安く作り上げることができると。ただこのダイヤフォート TC を使う方々は、年間を通してキャンプを楽しまれる方が、多いであろうと、僕自身もやっぱりこう秋冬の方がむしろキャンプが好きなぐらいなんですよね。メッシュで涼しいっていう機能は当然のこと、真冬でも快適に使っていただけるようなオールシーズン仕様、春夏秋冬使えるインナーテントの仕様といたしました。仕様サイズに関しては横幅が200センチ、奥行きが105センチ、高さが130センチとなっています。収納サイズは18センチ ×18 センチ ×45 センチ、重量は約 1.2 キロ、素材はポリエステル、製造は中国となっています。内容物なんですけれども、収納ケースがついてきます。今後ろ見ていただければ分かるんですけれども、カラーはブラックにしました。ダイヤフォート TC ってこう外から見ると結構こう中の方がひっそりとしてるような雰囲気があって、黒がとてもマッチするなと思って今回黒を採用しています。明るい色に比べて遮光性が高まりますので、例えば夏とかは皆さんね、ここメッシュにしたり全て開放した状態でお昼寝したりする場合があると思うんですけれども、そういった時でも心地よくしていただけるんじゃないかと思っています。あとはテント内が透けにくいので、プライベート空間を楽しんでいただけるのではないかと思っています。前後左右がメッシュになります。夏でも涼しく使っていただけると。で、そこは二重になっていて、フルクローズして真冬でも暖かく過ごすことができるというような仕様になっています。冬でも夏でも快適に使っていただけるインナーテントとなっています。黒いと光を吸収して室内温度が上昇してしまうのではないかという心配があるかと思うんですけれども、メッシュをしっかりと前後左右開放してあげることで風通しを担保できます。でダイヤフォード TC もかなり大きく前開いていますし、横も後ろも通気性が良いので、夏でも十分涼しく快適に使っていただけると考えています。逆に冬とかの寒い時はインナーテント自体はフルクローズして、さらにダイヤフォート TC のスカートを使うことによって、冷気の侵入を妨げて暖かく使っていただけるというふうになっています。じゃあ今すでに取り付けてる状態なんですけれども、一旦外して付け方非常に簡単ですので、付けて中のこうメッシュの具合とかフルクローズの具合とか、そういったのを一緒に見ていければと思います。どこに付けるかということなんですけど、まずこう両サイドに D 缶が付いています。今これランタンも吊るしてるんですけれども、ここにこう D 缶があるので、ここ2つとこの後ろのこちらにも D 缶が付いています。3箇所、この3箇所にフックをかけます。で下は4箇所、ペグダウンをする必要があるんですけれども、で後ろはそもそもダイヤフォート TC で使っている、ペグ
に引っ掛けてもらうことでも、対応ができます。ちょっとじゃあ今から実際一緒にやっていきましょう。これがいわゆるこうあの D 缶に吊り下げるあのフックがあります。でこれを、まず後ろのフックを D 缶つけて後ろの両サイドに、ペグに引っ掛ける、もしくはペグダウンをすると。じゃあ早速これをこれですね、ここもうここはこうやってかけるだけ、これだけです。でめちゃくちゃ楽ちんですね。下地面につけるループがついてるので、こちらをこの後ろのダイヤフォート TC の後ろにあるペグに普通にあのこれはもうねかけてもらうと。そうすることによって、後ろはつきます。でその次にこの両サイドあの D 缶がついているので、これをここに引っ掛けます。で逆側もこれですね、ここも D 缶に引っ掛けますと。ここでねあのベルトがついてこう調整できるんですよ。ピンと張ることができるので、まあ、例えばポールのバランスが取れていない場所とかもあると思いますので、ここのベルトで綺麗に、調整することができます。前面2箇所ペグダウンします。でこれあのもうちょっとペグをあのあらかじめあのつけてました、つけてたので今はかけるだけです。こんな感じでかけると、これでインナーテントの取り付けが完了です。僕たちはこうあえて前前面2つはペグダウンするような形式にしました。まあ、これはあの意図的に僕たちはこの方がいいんじゃないかと思っていて、不整地のところでちょっと使う時とかちょっと自由度がある方があの使いやすかったり、インナーテントの設営もあのしやすいと思いますので、ペグダウンするような形になっています。まあ、テントの中で比較的こう打ちやすい場所に前面2つだけであの基本的には対応ができるので、そんなにこう手間なく簡単にインナーテントは取り付けられると思います。細かい仕様を見ていきましょう。まずこちらに東京クラフトのロゴがあります。前面のこれねジップを開けて、今これあのフルクローズしてる状態ですね。これを開けてここにまたフックがついてます。でこれはねあの後ろのあそこに D 缶っぽいやつがあるので、ここにかけることによって、まあ、物をこう出し入れしたりしやすくできるようになっています。もしくはね普通に、まあ、この上の方にこうやってこう入れ込んでしまって前面を、まあ、あの開放するっていうこともできますので、まあ、どちらでもあの使いやすい方で使っていただければいいんじゃないかと思っています。これいっぱいジップがあってあれなんですけど、上の方は開くようになってます。ここがこれを開くとダイヤフォート TC のメッシュが見えてると。下のジップを開くと今インナーテントのメッシュになっています。でここのメッシュに関してもくるくるくるっと、止めることができるようになっています。なので夏の暑い日とかは、まあ、このメッシュですよね。これ内側から開けられるようになっている理由なんですけれども、このダイヤフォート TC の後ろのメッシュの調整をするときに、まあ、ここをねあの内側から開ける必要があるので、インナーテントの中から調整できると、まあ、開閉ができるようにするためにここですね、でここを巻くと。そうすることによってダイヤフォート TC をメッシュにしてインナーテントをメッシュにするということができます。こちらもメッシュにしていきます。あの2つジップがついていて、こんな感じで右側もしっかりと涼しいメッシュ、フルクローズの時は冬寒い時に使ってください。今みたいにこうメッシュにした場合は夏非常に涼しいです。でダイヤフォート TC は右側だけはあのオープンできますので、これを開けてると非常に夏は涼しいんじゃないかと思います。このサイドの下にはこうポケットがついてます。でこのポケットは真ん中であの仕切られていて、まあ、2つっていう感じですかね。これが反対側にもついてます。こちらも外から取っていたとして、
内側からメッシュにすることが、できるようになっています。こんな感じで今ね、普通に、ね、風めっちゃ来てます。超涼しい。ブラック採用してるので結構ね、プライベート空間もあって、今いい感じで取り物いてとても心地がいいです。で、この中で、皆さん寝ていただくと、広さは十分だと思います。少し荷物を置いて寝ることができるというような広さじゃないかと思います。圧迫感はね、そんなに強くないと思います。ダイヤフォート TC の後ろ側のスペースをうまく使ってやっているので、ソロキャンプをする上では十二分な広さだと思います。で、このサイズ感にしているのも、ちゃんとダイヤフォート TC の広い全室をこの中でも椅子を置いて快適に使っていただけるようにこのサイズにしています。寝袋を入れてみて試してみます。こんな感じですね。快適に使っていただけるサイズだと思うので、ダイヤフォート TC も専用で設計していますので、これに勝るものはないと僕は言い切れると思っていますので、ぜひね、ダイヤフォート TC を持っている方はマストバイということでよろしくお願いします。コットを使って寝られる方もそれなりにいらっしゃると思いますので、東京クラフトのコットを持ってきました。入れることはまずできますと、全然余裕がありますね。コットスタイルの方もそれなりにいらっしゃると思いますので、こんな感じですね。インナーテントを設営した状態で、このダイヤフォート TC のこうリビングがどれぐらい広いのかというのを一緒に見ていければと思いますので、普通にちょっとこう余裕あるぐらいで、これぐらい広いですね。前面を仮にこうメッシュで締める場合は、ここに縦に入るので、全然こう僕の足を伸ばしても、足長くないんであれですけど全然大丈夫ですね。めちゃくちゃ使いやすいと思いますよ、本当に。このダイヤフォート TC 専用のインナーテントなんですけれども、価格は税込み 12,800円に設定させていただきました。正直3シーズンのフルメッシュ仕様にすれば1万円を切る価格設定を実現することはできたんですけれども、やっぱり冒頭お伝えした通り、寒い時期でもダイヤフォート TC でキャンプを楽しんでいただきたいと思っていることと、そもそも3シーズン用のインナーテントと冬用のインナーテントを2つ出して2個買って使うよりも、オールインワンでオールシーズン使えるようにした方が皆様の使い勝手が良いであろうと結論付けました。そういった意味合いで今回はオールシーズン使えるインナーテントが税込み 12,800円で販売開始ということになります。今回予約販売でご注文いただくんですけれども、配送の時期に関しては虫の時期、夏の時期にできる限りこう使いたいと思われる方が多いと思いますので、6月頃を予定しています。可能な限りハイシーズンには間に合うように早く早く発送できるように頑張りますが、公式ホームページを最終的にはしっかり見ていただきたいんですけれども、6月頃の配送と予定をしていますのでよろしくお願いします。2つ目の新作をご紹介します。バケットシェルフメッシュ、ギア収納ケースです。コンセプトなんですけれども、しまうとき、置くとき、運ぶときの収まりをデザインしたギア収納ケース。特徴としては、ハードとソフトのいいとこ取りで、設営時は重ねて棚のように使え、使わないときはコンパクトに畳めるというような仕様になっています。実物置いてるんですけれども、若干まだまだ詳細のスペックを詰めていく必要がある部分があるので、公式ホームページを最終的にはご覧いただければと思っています。かなりね、これ本当特徴的だと思います。今までにないものだと思います。こう、下に置くことができると。まず収納できるもののサイズとしては、幅が41センチまでのもの、高さが12センチまでのものが、この中に収めることができますと。コンテナ系ってアルミとかステンレスとかプラスチックとかの素材ってそのサイズ以上入れないじゃないですか。ただこちらはメッシュ使っていることで柔軟性があります。見た目以上に収納力がある製品となっています。マクライトをこの中に今入れている状態で、マクライトは入りますね。あと自家テーブル、直まな板、こういったものを入れてもらうことができます。3セットハンガーも斜めにはなるんですけれども、
中に入れることができます。メッシュなので調理器具とかそういったものを入れていただくのがまあいいかなと思っています。運ぶときにどう使うのかというと、これ今足を組み立ててる状態なんですよ。これをバラすことによってこういうふうに取っ手にすることができるので、車から下ろしてフィールドに持ってきてこれを組み立てるというふうに使っていただけるものですね。で組み立ててこの上に重ねて使うことができますと。まあ、僕らとしては、まあ、2段ぐらいが一番こうね、ソロキャンプだとちょうどいいんじゃないかなと思っているので、まあ、1段でも2段でも使えるというふうに思っておいてもらえればと思います。キャンプサイトをすっきりと整理して場所を取りません。そして重ねた隙間からも道具を取り出すことができます。今ここの隙間がちょっと少ないんですけれども、皆さんのお届けする時にはここの隙間がもうちょっと空いてるので、下の荷物を取り出しやすい設計にしてお届けいたします。デザイン性もかなりかっこいいと思いますので、まあ、家とかでも普通にね物を入れたりする収納インテリアグッズとして使っていただくのもできるんじゃないかと思っています。バケットシェルフメッシュと名付けているんですけども、今回メッシュを採用した理由、まず通気性がありますと。で保管の際にも湿気や嫌な匂いなどがこもりにくく、まあ、保管には非常に最適な素材だと考えています。このメッシュ部分が実はこれねこだわりポイントなんですけど、取り外せるんですよ。全部取り外してこれを洗うことができる。やっぱキャンプで洗いたくなることとかあると思いますので、これを普通にこう取り外していただいて洗って、綺麗な状態でまたつけていただけるということができます。あとはまあ将来的にはメッシュではなくてまあハンプとかそういったまあ別素材バージョンもまあ面白いんじゃないかとまあ考えていたりします。注意点なんですけれども、耐荷重は7キロとなっておりますので、まあ、重たいダッチオーブンなどは重量に注意して使うようにしてください。フレームとメッシュ部分を別々で使用しないでください。本製品は不燃ではありません。火のそばで使用しないでください。フレームを火にかけるなど本来の使用用途と異なる使い方をしないでください。価格なんですけれども、1つ4380円税込みで販売いたします。事前に予約いただいた方は 10% 引きで予約いただけます。ぜひねお得に予約いただけますので、僕個人としてはね2つセットで、使っていただくのがサイトのこう雰囲気だったり綺麗な佇まいを実現することができるのでおすすめします。最後に紹介するのがこちらです。シェラカップですね。でこのシェラカップなんですけれども、違いわかりますか？実はこちら以前から販売している東京クラフトの真鍮シェラカップです。でこちらが今回新しくリリースする金メッキのシェラカップです。で何が違うのかでいくと、真鍮はねこの取っ手のところはシルバーだったんですけれども、持ち手のところまで24金のメッキでカラーリングされています。この真鍮シェラカップはまあお椀のところが真鍮素材でできています。でこちらに関してはステンレスのシェラカップに24金のメッキをかけています。あとは本当にこれ色は難しいんですけれども、お上品、わかりますかね、これ全然違うんですよ。見比べたら絶対わかると思います。すごくね上品な色合いのものが深型と浅型、浅型 320ml、 深型が 480ml の2サイズ今回リリースいたします。販売価格なんですけれども、この浅いタイプが税込み5980円、深型が税込み6980円で販売いたします。このね金メッキはねもう本当に本当にお上品、もうめちゃくちゃかっこいい、おしゃれ、おすすめします。特にね食事に使ったりすると思いますので、金本来の抗菌性能は備わっているので、まあ、そういった点でもこちらのねシェラカップは、他と違う、まあ、唯一無二のシェラカップなのではないかと、考えています。4月28日金曜日のお昼12時より東京クラフトの公式オンラインストアにて予約をスタートいたします。バケットシェルフメッシュとダイヤフォート TC 専用のインナーテントは予約販売です。24金メッキシェラは、即購入いただけます。で改めて価格のおさらいなんですけれども、ダイヤフォート TC のインナーテントが税込み 12,800 円でご予約いただけます。バケットシェルフメッシュに関しては通常価格4380円のところ、事前予約限定で 10% オフでお得にご予約いただけます。24金メッキシェラは
朝型が5980円、深型が税込み6980円で即購入いただけるようになっています。東京クラフトはまた来月ももうね、何を出すかっていうのももうチームでもうあらかた固まっていたりしますし、今後もたくさんいろんなものを皆さんにね、共感いただけるようなアイテムを努力して作ってまいります。で、今ちょうど東京クラフトの運営メンバーを募集しておりまして、アウトドアキャンプが大好きで、もうキャンプギアオタクみたいな人いたら、ぜひね声かけてください。東京クラフトの運営全般、企画ですとか、商品開発も当然関わりますし、こういったロケにも来ていただいたり、サンプルが上がってきたらみんなで使って、もっとこういう改善案がないかとか、もうありとあらゆる東京クラフトにまつわる業務を総合的にやっていただくポジションになります。僕たちはまだまだ少ない人数で、それぞれ個々が頑張ってみんなでこう力を合わせてやっているんですけれども、1名か2名、新しく正社員としてメンバーを募集しようと思いますので、ぜひねこの動画を見て、あ、ちょっと気になるなと思う方は応募してみてください。そちらも概要欄に貼っておきます。ということで本日は東京クラフトの新作をご紹介いたしました。最後までタナチャンネルをご覧いただきどうもありがとうございました。